こんにちは、ティリナナです、今日は編み込み模様をすると模様の方が斜めに走ってしまうんだとか遮光してしまうんだっていうお話をいただいたので、そちらについてちょっとお話ししてみたいなと思います。でこちらは以前にアップしたチェックのがま口なんですけども、これもやっぱりよく見ると私も斜めにこう走ってしまっています。で細編みでぐるぐる編んでいくとやっぱり性質上斜めに走ってしまうのは仕方がないことなんですけど、編み込みをするときに斜めに走らないようにするには往復編みだったりとか、あとは筋編みで編むといいかなと思います。何か絵じゃないけど、キャラクターを編み込んでみたいとか、なんか柄を編み込みたい、でも斜めに走るのは嫌だなとか形が崩れちゃうなっていう方は往復編み、筋編みで編むといいと思います。で今回私がこう編み込みをしていて、でいろいろ作ったんですけど、それは普通に細編みをぐるぐる編んで作りたいっていうのがあって、編み地が好きっていうのもあるんですけども、でその時にやっぱり考えたのが、同じで模様が柄の方が斜めに走っちゃうからどうしようっていうのがありました。でその中で斜めに走ってもそんなに気にならない柄だったらいいかなって思って、で、人によってですよね、これはちょっと斜めすぎるでしょうって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これは購入品のご紹介の時にちらっとお見せしたペットボトルホルダーなんですけど、これもやっぱり斜めにこう走ってますよね、模様の方が。だけどこれもチェック柄なので斜めに走っても私の中ではそんなに気にならないというか保養範囲というかなんですけど、どうですかね、気になりますかね。でもし斜めが気になるなという方は往復編みとか筋編みで編むと多少まっすぐいくかなと思います。で他にも編み込みの方で作ったもの、これは巾着ですね。ちょっと子供はなんか栗みたいだねって言ってたんですけど、巾着で三角の柄を入れてみました。で三角だったら斜めに走ってもそんなに形が崩れるっていうことはないんじゃないかなということで三角にしてみました。これだったらそんなにこう斜めに走ってるけど崩れるっていうことがないような気がします。であとはまだ途中なんですけど、もともと斜めにしちゃおうっていうことで、これは左上にこう走るような模様で編んでみました。でそうすればもともとこう斜めにの模様なので、本当だったらこっちにこう斜めに上がってると思うんですけど、これだったら模様の方がそんなに崩れずに編めるかなと思います。結構いちいち柄の方、色の方、糸の方を変えながら編むのがちょっとめんどくさいんですけども、結構できる上がると達成感というかがありました。で今試作しているのがこちらですね、三角、これも三角なんですけど、なるべくここのジグザグした感じをなくしたいなと思ってこちらを今編んでる最中です。まだどんな感じの模様にしようとかを全然考えていないので、出来上がった時に自分が気に入るかどうかがわからないんですけども、とりあえず試作で、あ、こういう柄もどうかなっていう感じで作っています。なので基本的にその絵をこう描きたいっていう編み込みを私はしていないので、ちょっと柄模様というかにしているので、斜めになっても斜めに走っても気にならないような柄を取り入れるようにしています。なので例えば
イニシャルとか名前を入れたいとか、なんか絵を入れたいっていう方は、まあ、筋編みが結構多いかな。筋編みでぐるぐる編んだりとか、前ハートのバレンタインの時に作ったハートの巾着も一応筋編みにはしたんですけども、ハートだとこう斜めに走っちゃうと形が崩れてしまうなって思ったので筋編みを入れています。なので模様によって変えるといいかもしれないですね。こっちだったら別に筋編みとかお深編みにする必要もなさそうだし、もともと斜めにこう走っているので、これは気になる方は気になっちゃうかもしれないですね。ちょっと斜めになっているので、でもこのくらいならいいわっていう方は普通にぐるぐる編んだ方が、まあ、楽なのは楽かなと思います。なので柄によっていろいろ変えると、編み方を変えるといいかなと思うので、その結構やっぱり斜めに走っちゃうから失敗しちゃったとか、なんか私の編み方が悪いのかなって思われてる方もいらっしゃったみたいなんですけども、もう私も全然斜めになります結構走ってますこっちに。で本当は良くないとは思うんですけど、まああんまりちょっと斜めだなっていう時は結構私こう戻しちゃったり、編み地をこう整えるというか、整えてはいないのか、こう戻してこれでなんとなくいけたかなみたいな、自分の中ではだいぶまっすぐになったんじゃないっていう感じで、自分で使うものだったらいいかなって思ってこう結構やっちゃう時もあります。なので模様によって変えるといいかなと思うので、斜めになったから失敗とかではなく、性質上仕方がないことなので、それを生かして楽しむのもいいと思うし、斜めになっても気にならない柄とかを使うのもいいかなと思います。で次回ちょっといつになるかわからないんですけども、最初はペットボトルホルダーの方をアップできたらなと思っています。で毎回編み込み模様ばっかりアップしててもやっぱりつまらないと思うし、なので私も今編み込みが楽しいので、まあ、ちょこちょこご紹介できたらいいかなと思っています。でいろんなコットン糸とかが出ていて、コットン糸だけじゃなくても、まあ、全然大丈夫なんですけど、色合わせとかもきっと楽しいと思うし、でこの色とこの色を合わせるとすごい可愛かったっていうのもあると思うので、いろいろ遊んでみるのも楽しいと思います。でこれはなんだっけな、多分ダイソーさんのコットンヤーンだったかな、ダイソーさんのコットン糸を2本取りで編みました。ダイソーさんのも結構色がだいぶ豊富になりましたよね。今年すごいいろいろ出てるなと思って、でやっぱりコットン糸だと細いので2本取りで編んだんですけど、でこっちだとセリアさんのエンジェルコットン、同じような感じになっちゃいますね。どうしても好きなカラーだったり、あんまり私は色遊びというか色合わせが得意ではないので、みんな似たり寄ったりになっちゃうなって思ったりしてるんですけども、でこれは購入品の方でご紹介したアルモニアという楽天のケイト雑貨ストアーズさんで購入した糸になっています。編むと思っていたよりも結構しっかりした色味だなと思いました。でもカラーが8種類9種類あるので、いろいろ楽しめるような気がします。長さも81メートル、 40g で81メートルあって、そこまでお高くない糸なので、こういうのを使うのもまあいいかなと思ったりしています。いろいろコットン糸楽しいですよね。
でちょっと話は逸れてしまったんですけども、編み込み模様で模様の方が斜めに走ってしまうっていうのは、まあ、性質上仕方がないので、気になる方は筋編みだったり往復編みで編むといいと思います。でいろいろ自分で模様の方を考えてみたいなという方は、斜めになってもそんなに気にならないから、往復編みじゃなくて普通に細編みでぐるぐる編みたい方は、こう斜めに走っても気にならないような柄を作ってみると楽しいかなと思います。で苦手な方もいると思うんですけど、もしよかったら小さいものからチャレンジしてみてください。なんか緑と黒で編む、アニメのキャラクター、私もわからなくてちょっと調べちゃったんですけど、何の模様だろうと思って調べちゃったんですけど、それで編むって言ってる方がすごくたくさんいらっしゃって、青と緑で名前を出していいのかわかんないけど、なんとか柄って言って作ってくださってる方もいらっしゃいました。でそういうのをイメージしながら作るのもきっと楽しいですね。なのでもし編み込みをした時ないなとか、やってみたいなっていう方は、小さいものからぜひ編んでみてください。では今回は編み込み模様をした時に斜めに走ってしまうんだっていうお話をいただいたので、ちょっとお話ししてみました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ティリナナでした。